リートンソッシーのラジオ歴史小話始まりました。ラジ歴も<お>来ましたね。決まりましたかいやいや、来ましたね。ちょっとフレーズ言うのがうまくいったかなと。<laughs> なるほど。決まりましたね。はい、ようやくラジ歴っていうことで見慣れてきました。ね、まあ三、ね、回、ラジ歴と名付けて3回目ですけれども、はい。僕ね、ひらがながいいんですけど、やっぱカタカナがいいですかね。 まあなんか,かた、カタカナ、どうですかね、ラジオですからね。そうですね <laughs> でもなんか、ひらがな結構好きで、あの僕、自分の名刺、実はあの漢字で書くと画数めっちゃ多いじゃないですか、そうです、ね、祖師崎ろとっていうんですけど、はい、画数だけであのテストとかのスタートダッシュが遅れるっていうのをずっと悩んでたんですけど、今、僕、名刺、フリーランスでやってるんですけど、はい、ひらがなで書いてるんですよ。<ー>でなんかひらがななってなんかすごい 柔らかい感じの印象がすごいいいなと思ってなのでまあそうっすね、うん、あでもあの全然超個人的な趣味主観なんでラジオはねカタカナではあるんでいやまあ、うん、全然どっちでもいいっちゃい、うん、<laughs> 特にこだわりはないんですけれども、うん、やっぱりなんでしょうねそのひらがなの柔らかさがもてはやされる時期と あのー、カタカナのこうカチッとした硬さがもてはやされるのって実は20年周期なんですようですこういうデザインの丸みを帯びたデザインが流行るのと、はい、カクカクしたデザインが流行るのって、はい、こう結構20年周期になっていて例えば、あのー、すごく昔の、あのー、なんでしょうフォルクスワーゲンとかの車って結構丸みを帯びてるじゃないですか。うんうんはい でそういういいデザインの車が最近多でですよ、うん、でだんだん80年代90年代の,もっ,とさかのもっと手前ですねもっ,、うん、もっと手前の80年代90年代のスカイラインとかってカクカクしてたりとかしてて、うん、でどんどんまた丸みを帯びてってでまた各直線形が流行っていったりとかこういうふうにあのデザインって流行りすたりがあるんですけれども基本 りしし循環していいるというか周期があるんです大体いい20年30年周期でだからこうファッションとかにしてもこう髪型とかそういうものもあの昔のその20年前とか30年ぐらい前がむしろそれがかっこいいとかなんかそういうふうに戻ってきたりとかそういうのがあるんですよねであのカタカナひらがなじゃないですけれども ドコモ電話会社通信会社のモ。はい。昔のロゴって覚えてますなちょっとごめんなさい DOCO ドコも MO で D と C と M が大文字だったんですよねそうですそうですそうです 小文字になっててて丸みを帯び今丸い印象で前はちょっとカクカクしてるを今思い出してますでカクカクしてた方がなんか古臭いというか、うん、いやぼったい感じがするじゃないですか今から見るとそれがまた時代が変わってくるとまた何年後か分からないですけどまたカクカクしてた方がいいっていうふうに時代によって変わってくる部分って間違いなくあるんですそういう意味で言うとこう最近の話で言ったらツイッターのこう、うん えー、自分たちのアイコンが丸になったじゃないですか、うん、四角から丸に。なんかそういうのもこう時代の今丸みを帯びていく中でなのかなとだからソッシーが自分の名刺を今はなんかひらがなの方がいいじゃないですかって言ってるのも <laughs> 時代によってはカタカナの方がこうスタイリッシュでかっこいいじゃないですかっていうふうに時代によって多分変わってくると思うんですよね。カカタカナにした方が 直線が多いというか、うん、ソシザキヒー,ロートって感じになるじゃないですかでちょっと未来感というかありま、ね、出てきてでソシザキヒーロートってひらがなで書くともうちょっと柔らかいというか、うん、女性的って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけれども、うん、なんかそんな感じになってくるので、うん、まあラジ歴は そういった文脈からいくと最先端いこうということでカカタナででどうすか次の未来を結局自分の自己主張したっていうだけなんですけれどもまあいいですねお互いのお好みがあってそれぞれエピソードを話したんでいいですねなんかそういうふうに結構デザインの歴史とかそういうのも丸みを帯びてるのが流行っていくのがだん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 だからこう今我々が撮ってるここって銀座ですけれども富士屋ビルがあるじゃないですかあれってすごい曲線 使ってるんですけどあれって60年代とか70年代ぐらいのビルだったと思うんですよねだからそういう当時はやっぱ曲線が流行ってたりとかしてでだんだん直線系のビルの代表格が新宿の都庁カッカクしてるじゃないですか,なんかロボットに変形しそうじゃないですか動き出しそうですよね なるほどいや僕、最近あのブログをちょっと書き始めたというか昔からあったんですけど、うん、昔からワードプレスから別なシステムに新規って、ね、変えてみたんですよ。はい、で、あのロゴを設定できるんですけど、はい、そのロゴの画像アップしたときにさ最初、四角だったんですよ。はいはい、で、設定見てたらなんか丸に変えられるっていうので無意識のうちに丸に変えてたんですよ。<laughs> なんかあの、まあ、ひらがなも好きだしなんか無意識に丸も選んでるし。 でも今これってラジオの歴史コーナー、未来のことをやろうとしてるんで、はい、ちょっと僕はまだ現代にい一度止まろうとしてる感じが、ちょっと無意識にあったんで、はい、ちょっと心機一転、ラジオでカタカナで、うん、未来に向けて <laughs> あよかったよかった、うん、カタカナ採用。パパパパフパフー <laughs> パフパフー <laughs> ただいろんな何事にもやっぱり歴史があって流行りしたりがある中で大切なことって何なんだろうって考えるとやっぱり伝えたいことがデザインの中に内包されているかどうか,だからさっきソッシーが言ったような漢字で書くと画数も多いしこうなんかやっぱり自分のこう伝えたいことって 翔崎宏人っていう音を伝えたい言葉名前を伝えたいっていうところって結構多いと思うんですよね、うん、特に僕の場合だと名前初見の人絶対読めないのでまあ僕ですら読めないので <laughs> あれまあ適当に振ってると言ったらあれですけれどもーあのーまあねリトン敦悠なんて読めないわけですよ。 でもだからそういうふりがなを振って、うん、途端にやっぱり柔らかくなるんですよね、うん、でもその一方で漢字が持ってる意味ってのもすごく重要で、うん、僕の漢字は東を潤すって書いてるわけですよ。だ、うん、からこの東の定義とはどこぞと,、うん、とか潤すとはどんなことだということをやっぱり自分の名札としてついているので、うん、ま常に考え、うん 必要が自分の中でもあるなの「宏」とくつろぐ人なのか寛容な人なのかんかいろんなやはり表現言葉それは「広っていう言葉以上に広がりのある部分もあるのでなかなか初めてお会いした時にソシから「粗崎」っていう名字は思いを志を重ねるっていう名字で。 よく覚えてますすごい記憶力そういうことでなん、まうん、そういうのもあるのでなんか平仮名にして、えー、当たりがね柔らかくなる分、うんね、漢字のやっぱりその、うん、漢字一文字に集約込められているいろんな世界、うんはい、これも結構ねもったいない部分もあるしなんか面白いなってすごく思いますね、うん、いや漢字ととかかデザインとか いいいいろろ奥深でですすね面白掘り下げると掘り下んかいろんな部分でこうやっぱり漢字からひらがなカタカナっていういろんな文字を駆使してるんですよね我々日本人っていうのはそういう意味でこう日本語の世界っていうのはすごく豊かであることは間違いないと思うんですいろんな表現。 その尊敬語とか謙譲語っていうのは当然英語の中でもあるんですよ、はい、でもそれは尊敬語とか敬常語っていうわけではなくて例えば丁寧な表現だったりとか当然 TPO をわきまえた表現っていうふうに変わっていくわけなんですけれども、うん、それでもよりその相手の立場とか状況によって使い分けとか、うん、いろんな場面場面によって違う例えば、あのー、僕がこう。 外国日本語母語にしてない人と話している時に、うん、結構こう違和感を感じてこう教えてあげたあ教えてあげたっていうのもなんか偉そうですけれどもあったのが、うんあのー、すごくその柔らかい感じの人なんですけれども、はい、金って言うたんですね。金,金を拾いました そう金を拾いましたって表現しないじゃないですかお金を拾いましたになるじゃないですかあっ日本語を喋られてたんですね母語にされてい方が母語にしてない人ですごく柔らかい喋りをする人なんですけどそれでも「金を拾いました」で拾いましたは確かにらかくなってるんですけど「金を拾いました」っていうことでもうなんかちょっと違和感があるじゃないですかちょっとまあ状況にもよりますけど上品さがね「を」つけた方が ね、間違いなく金を,金を拾いましたって上品にしゃべる人で金を拾いましたって表現絶対に使わないわけうん、うん、ちょっと雑なね感,じがと感じがするので,で、ね、なのでいやそこの場合はお金金っていうのは、まあ、確かにそれはマネーなんだけれども、うん、お金って でオがつくんだけれどもそれは丁寧語とかそういうあれではなくてやっぱりお金自体が標準ベースにあって金ってなった時に母ちゃん、金くれっていうこういうなんかあのジャイアンリりになっちゃうというかなんかこういうオをつけたらじゃあ丁寧により丁寧になるとかではなくて実はお金とかそういったものについてはもうお金だしご飯とごってオなわけじゃないですか。では でもご飯母ちゃん、飯くれ飯、飯って母ちゃんいっぱい出てくるんですけど <laughs>、うん、でも、ご飯っていうのは普通語なんですよね、決して丁寧語ではもはやなくなってるとか、<ー>だからこういったこともいろいろ考えていくと、やっぱ言葉の変遷、うん、その文字の使い分けとか、うん、そういったことも含めて、やっぱりすごくある意味、使いこなすのが難しい言語、言葉だとも思うんですよね。うんうん、発音 がその分平坦ではあるけれども立ちつてとか、うん、なかなかあの活舌難しいところもありますけれども、うん、はいまあ、僕のところはそんなところですかね、うん、ああでも面白いですねあのやっぱ表現をどういう手段取るかってやっぱり自分のことを表現する上でなんかいろんな まあ選択肢がある中で選ぶ。選ぶとき自分一番フィット感あるのどれかなっていう意味で選択肢たくさんあるとね、その分だけ表現力が幅広がるので面白いなと思いました。はいえ今回のラジレキーえー以上ですね。そんなところで終わりにしたいと思います。お相手はリートンとソッシュでした。ありがとうございます。